ちょっと結構マジな話していい？こっから。うん。バホに、まず選抜に、こう、ドラさんで、うん、萌香はセンター務めてたけど、失敗だったから、うん、バホにまず選抜入ってもらって、で、あ、バホが頑張ってる。私も負けないように頑張ろうっていう、そのやっぱ。頑張りたいよ、こっちは。頑張りたいから、ゆず魔法で入りたいよね、いつか。入りたい、入りたい、もらわないで、本当に入りたいからね、私。本当だよ。だから、魔法、でもさ、順番っていう、やっぱさ、この客観的にちゃんと見て、その自分の立場っていうのをわきまえないといけない、うん、だから、魔法、まずちょっと入っていただいて。入りたいって2年前から言ってんだよ。入りたいって。入りたい。ねえ、だから言ったの。あのさ、入りたくない人なんていないやん。いないよ。そもそも。でもさ、やっぱさ、自分のさ、今のこのお仕事のもらえる状況とかさ、わかるじゃん。なんか今これ、自分が選抜で入りたいって言ったところでっていう気持ちになっちゃうやん。うん、なんか惨めに超えちゃうかもっていう。そう。わかる。しかも、そう、私、結構、2年以上ちょっと前くらいに選抜にやっぱ入りたいって言ったのよ。うん。みんなに。ファンの方に。でもやっぱり、今その、まあ、握手会の完売状況とかだったり、もらえてるお仕事だったり、そういうのを見たときに、今なんかそういうことを言うのは違うんじゃないかなって言われたことがあって。それはファンの人に言われたの？そうそうそう、確かに選抜を目指すのも大事だけど、選抜が全てじゃないよっていう言葉をなんか言ってくださったりしたんだけどなんかでもやっぱ自分が目指すところは選抜だったり、そのために頑張りたいと思うねところがあるわけじゃん。だからそう、選抜になりたいよなって思うよね。いや思うよ。いや全てじゃないな、分かってるけど。そう、分かってる、分かってる、分かってるけど、やっぱり大きな目標じゃん、うん、大きい目標、やっぱそこだよね。だってうん、やっぱり入りたい、それはそこだな、完全に、うん、まあ、だからね、自分磨きも頑張ろう。そうそうそう思うよね。でもさ、どっかで自分のこと信じてるでしょ、なれるって。私は正直、うんうん、なんか自分の身わきまえてないって多分いろんな人に言われると思うけど、うん、ちょっとどっかで自分のこと自信ないながらにも信じてて、うんうん、いつになるかわからないけど、そう、いつかは、だからそうね、だからって言ってさ、うん、そのいつかいつかをさ先延ばしにしてダラダラしたくないのね。今日とか、まあ、昨日のさあれもだけどさ、テレビ番組、歌番組とかもだけど、元旦公演とかさ、今日もドラさんは一人も出てないやわけやん。めっちゃ16期さんとか出てたやん今日。そう、そういうのもやっぱドラさんでいっぱいね。いや、そうなんだよね。うん、ドラさんでもうちょっとグイッと、うん、でも正直やっぱ今のさ、ネマハモルーマのやつで歌番組とかそういう選抜に近いのって一番ランちゃんが近いと思ってて、うんうん、うん、やっぱドラさんってこう入ってほしいって思いもめっちゃあるし、自分も入りたいなって気持ちもあるし。わかる。でもやっぱなんだろう、その得意分野っていろいろあるじゃん、自分のここがアピールポイントですみたいな、うん、だからなんか結構タイミングもあると思う。今ダンス曲でさ、ダンスってさ、言うて私たちがめっちゃ練習したとしてもさ、うん、上手い人に届くかって言われたらそれは結構難しいじゃん、うん、まあそこを練習するのもめっちゃ大事だし、うん、あれじゃない、やっぱ伸ばしていくことじゃない、自分の得意なとこ。そうね、うん、頑張ろうぜ、頑張ろう。